そんな千葉さん今どんなことになってるかというと、こんなことになっております。どうぞ千葉さん。どういうこと。完全に完全に何ですかね、隠れてる人ですね。ちっちゃくなった。小さくなってますね。はい、というわけで、あの千葉さん聞こえてますか、大丈夫ですか。長谷川さんが歌ってる時だけ聞こえます。歌ってる時だけ。歌いませんけどね。はい、という形でございます。では、早速、はい、問題の方に行きたいと思います。はい、では長谷川さん、お題の確認お願いします。おなるほどなるほどなるほど。では、千葉さんに、指示お願いします。よーい、スタート。本当にこれどういうことなんですか。やるよやるよ。はい、いいか、やるよ。細長めの三角書いてください。ラード目。細長めの三角。細長めの三角の初めて聞いた。なんかもうちょっと あれがいいですね。何、なんかリズミカルな感じというか。どういうこと。絵描き歌コーナーでしょ。真ん中から足が一本生えました。いや、なるほど。怖っ。足の先が、ぐねんって知ってるよ。ちょっと待って、分かんない。なんだって。足の先がぐねんってしてます。ぬめっとしてる。うん、足の先がぐねんとしてます。足がぬめっとしてる。足の先がね、ぐねんとしてます。わかりました。はい、今あと何秒。じゃあその三角のてっぺんに、ちっちゃい丸を書いて、おはい、出来上がり。嘘でしょ。どうしよう、終わったみたいなんですけど、いいっすかね。嘘でしょ。終わり。これ、あっそう、なるほどね。わかるでしょ。わかる、わかる。いや、わかるはずだって。アフレコでもこんな感じですからね、大体、距離感的には。そうだね。大丈夫ですかね。あ、60秒経ってないんだ。全然大丈夫じゃない。あ、大丈夫。結構長いですね、60秒って。大丈夫じゃないんで。まあでも、まあ行きますから。でもこれくらいの問題だったらね。はい、じゃあ、千葉さん、イラストをちょっと、あ、なかなか。はい、千葉、イラストを、はいはい、画面の方に見せていただければと思います。はい、はい、うん、あー、なるほど、指示通りですね。うん、はい、はいはいはい、多分あれだよね。はい、じゃあ千葉さん、お題が何だったのかお答えください。この時期だからね、やっぱ、うん、はい、まあクリスマスツリーでしょうよ。はい、この時期ですからね。判定は。ちょっと、はーって言いましたよ。ちなみにブブーって言ってます。あ、ブブー、え、お化け傘みたいな。はい、あ、お化け傘みたいな。ちなみに答えは、長谷川さん、傘です。なんだこの問題。なんだこれ。はい、というわけで、間違ったので、千葉さんとの接続がダメになります。ね、さあ、どんなことになりますかね。あ、やばいやばい。元気出せ。怖いよ。なるほど、このコーナー怖いよ。こういうことか。こうなっていく感じですね。こういうこと。まだやるってことですか。はい、まだいきますね。もうほぼ消えてる。